でジェネラルからお送りしております。フットボールファンの皆さん、こんにちは、ジョン・カビラです。解説には中西哲夫さんをお迎えしています。中西さん、よろしくお願いします。どうもこんにちは、よろしくお願いします。マスターリーグディビジョン2第13節をお送りいたします。これが本日の対戦カードです。それではスターティングメンバーをご紹介しましょう。ロナルド、シェフチェンコ、ミナンダ、エスピマス、ヒメレス、チェルニーリ、ヨウガ、エディンソン、ドゥリッチ、シュタム、イバロフ、オスター・コルドナ、チアム、メディナ、ジョルイーニョ・パウギスタ、マルティネス、セルマ、トラベルサ、ビジャレアル、ビケルム、スケロット、バリージョ。試合開始です。折り返すシュート、ちゃんと狙って打ってほしい。シェフチェンコ、さあここからどう攻めるか。さあどちらがボールを支配するのか。スローイン、いいパスが出た。シュタム、バリード、リロードのようなボールタッチ。ヘッドでつないで、オフサイドフラッグが上がる。ヘッドでつないで、主審ファールを取りました。シェフチェンコ、このフリーキックはどうご覧になりますか。狙ってくるかもしれませんね。壁を狙った、決めた。もう一度振り返ってみます。思いっきり曲げてきた。この人の右足。スペースを埋めないと、中へ放り込む。ジョルイーニョ・パウギスタ、危険なタックル。キーパーの指示が伝わっていないのか。オスター・コルドナ、20分経過しました。合わせた。ここで大きなセンタリング、シュート、これはゴールキック。
南野シュート。ナイスファイト。果敢にスライディング。セルマ。バリード。チャンス到来。確実に点を重ねます。さあもう一度見てみましょう。ねじ込んだ。ドリブルで上がる。出た。キーパーこぼした。シェフチェンコ、ここで折り返す。前半終了まであと5分。シュート。これはゴールキック。キーパーファンブル。コーナーです。さあチャンス到来。ミランダ、ここから打つのか。シュート、ゴール。シューバー、ビューティフォーゴール。素晴らしいゴールです。得点は3対0。さあもう一度見てみましょう。ロナルド、動きが素早いです。前半戦終了。前半戦が終わったところで途中経過をお伝えします。得点は3対0。さあ中西さん、ここまでの試合内容を振り返ってどうでしょう。そうですね、もっと早い展開の攻撃を意識してほしいですね。はい、どうもありがとうございました。それではこの後の試合をお楽しみください。後半開始の笛です。エスピマス、シュート。アンビリバボール、ゴール、スーパーゴール、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 ミラクルゴール。得点は4対0。バリード、走り込んできた。預けてカット。これは危険だ。ファーサイド、
シュート、これはゴールキック。危険なタックル、シュート、取り損ねた、シュート、コーナーキックになります。狙いすぎたようです。さあチャンス到来、シュート、これはゴールキック、枠から大きく外れています。激しい攻防、必要にチェックを仕掛けます。動き出しが素早いです。ロナルド、シア、これはちょっと危険なプレーでした。おっと、これはイエローでしょう。熱くなるのはまずいですよ。危ない、スローインです。折り返した、ヘッドで合わせた、がっちりキャッチ、ヘッドでつなぐ、流れを止めた、これはファールです。ヘッド、シュート、ここはキーパーがキャッチ。スローインです。交代選手がピッチサイドでウォーミングアップを始めました。あくまでも勝利への気概を堅持します。スローインです。交代した選手がサポーターの声援を受けています。これは気をつけないと、ロナルド、ロナルド、入るか、コーナーです。これはオフサイド。いや、タイミングはいいですよ。シア、ヘッドでつないで、おっと、ファールを取られました。彼ならゴールを期待できそうです。浮き球を放り込んで合わせてくるかもしれません。これはゴールキック、ゴールマウスに嫌われた。華麗なドリブル、ワンツー、ミドルシュート、ヘッドでつないで、あと5分です。スライディング、さあこのまま攻め上がれるか、つながればチャンス。
多彩な攻撃を見せてくれるか。シュタン、ヘッドでパスを送る。エスピマス、飛び出しが早すぎたか。罠にかかってしまいましたね。これはファウルです。壁の選手を揉めているんでしょうか。シュッ、決まった。ゴール、エクセレントゴール。得点は4対1。ただいまのシーンもう一度振り返ってみましょう。試合終了です。圧倒的な強さで1勝を挙げました。それではまず中西さんに試合について伺いましょう。まあ大差はつきましたが、試合内容は悪くなかったと思います。なるほど、どうもありがとうございます。そろそろお別れの時間です。実況は私ジョン・カビラがお届けいたしました。解説は中西哲夫さんを迎えてお送りしました。中西さん、ありがとうございました。どうもありがとうございました。それではフットボールファンの皆さん、またお会いしましょう。さようなら。